に開幕する J リーグの開幕前の恒例イベント、キックオフカンファレンスが14日に都内で行われ、出席したセレッソ大阪の小菊明夫監督、47、が、主将の MF 木尾武博氏、33、の離脱を一丸でカバーする意気込みを示した、13日に、木尾武が11日の練習中に負傷されたことが発表された。診断名は、左ハムストリング筋損傷、で、木尾武は自身の SNS で長期離脱を示唆していた。小菊監督は、指導日からキャプテンとして非常に強いリーダーシップで引っ張って、パフォーマンスもここ数年でもトップレベルのハイパフォーマンスだったので、私自身もショックでしたし、彼自身残念だと思う、と残念がった。気を落としてばかりではいられない。開幕戦は18日、ホームで迎えるアルビレックス新潟戦。チーム全員で戦い、主将の完全復活を待つ、彼の気持ちをチームでしっかり背負って。昨年からコロナだったり怪我人だったり、いろんなアクシデントがある中で、どの選手が出ても規律を全うするチームを作った。キヨの離脱をチーム全員でカバーできるように、しっかりと準備していきたい。今月からは、MF 香川真司、33、が12年半ぶりに復帰。昨年11月に左足首を手術しているが、状態は上向きの様子、想像していたコンディション、パフォーマンスよりも非常にいい状況。彼の存在感は非常に大きなものがあるので、開幕に間に合うように我々もサポートしていきたい。チームを代表し、同席した DF 西尾龍也、21、も、小さい頃からテレビで見ていた選手が自分と同じチームにいる。チームとしても真司さんが経験したことをいろいろ話をしてくれる。真司さんが入ってプラスがたくさんある、と存在の大きさを実感。より一つになったチームで危機を乗り越える。